くなったロードバイクをフラットバーに変更して街乗り仕様にこれからしたいと思います。用意したものは、フラットバーハンドル、まあ、ライザーバーハンドルですね。それと手あぐらのブレーキレバー、それと、グリップですね。これをAmazonで用意しました。じゃあやってみます。DI2 仕様なんで、シフトレバーは今ついてる、こちら、アルテグラの、なんていうんですか、サテライトシフターを使います。はい、それではロージンスプロケットを組んでいきたいと思います。最初に 1.6 ミリのスペーサーを入れます。次に34から27のギアを入れます。はい、はい、次に、25から21のギアを入れます。はい、次に、19ですね、はい、19を入れます。はい、で次にワッシャーを入れます。はい、次に17ですね、はい、17を入れます。はい、ワッシャー、はい、次に16ですね、16、はい、何か、どこだ、あ、これだ、16、はい、ワッシャー、はい、次にこれは15ですね、はい、15、どこだ、これか、はい、15が入りました。はい、最後の14です。14、トップギアが入りますね。はい、入りました。はい、よし、はい、確認します。うん、 OK、 締め付け OK ですね、これでね。ロージンスプロケットの完成です。はい、あっという間に作業が終わりました。これがおじちゃんがこれから乗ろうとする、クロスバイクです。こちらがジャンクションになります。はい、ここに取り付けております。はい、こちらが、アルテグラのサテライトスイッチになります。こちらのボタンがシフトダウン、こちらのボタンがシフトアップになります。フラットバーロード完成いたしました。
それでは乗ってみます。はい、じゃあ、はい、じゃあスタートします。シフトアップ。はい、シフトダウン。あ、いいですね。あ、乗り心地もいいし、うん、いいいいいいよ。ああ、シフトもスムーズですね。はい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 、シフトダウンも。よし、安定しています。あ、安定してるな。いいわ、全然怖くない。嘘のようだよ、ドロップハンドルだと怖いよね。いいな、やっぱり70歳の高齢者のおじちゃんにとってはフラットバーが一番いいんかな。うん、あ、いいわいいわ。おお、あ、いいな。あ、最高だよこれ。あ、ちょっとこれからやる気出てきちゃいましたね、おじちゃんも。うん、やる気が。ああ、筑波さんも今日は見事だ。筑波さん、カバさん、筑波連峰いいですね。おじちゃんは毎日この風景を見ながらね、ポタリングしてるんですよ、ここ。いいでしょ。毎日ね、いいバイクばっかり乗ってるから、こういうペダルバイク、いや、息切れしますね。運動になってる。いいバイクでは味わえない、その筋肉がね、漕いでる筋肉が違うんですよ、これ。間違いなく。このね、このギアがいいよね。ギアが。ほら。ほら。ね。はい。はい、インナーロー。インナーローに入りました。アウター。アウターに入りました。いいよね。よっしょ。ほら、ほら、ほら、ほら。男子、ほらほらほら、安心して、ほら。ああ、一体何キロ出るのよこれ。おお、すげえよこれ。ほら、経験したことないようなスピードが出てます。いやー、まだまだやれますね。このドマーネに乗るのはもう何年ぶりかな。2年3年。いやー、それまでもう体ね、目悪くしたり、首、肩、心臓と悪くしちゃったんで、ほんと休憩していきましょう。休憩、よし。はい、今10キロぐらい乗ってきました。ロードバイクをね、フラットバー化して乗ってきたんですが、無事成功いたしました。これからも、もう乗るやる気が起きたんで、これで、毎日乗って体を鍛えようと思います。もう70歳になるんですが、まあ、諦めてましたんですが、これに乗って、頑張ります。はい、以上で終わります。